どうもこんにちは、世界的 VIP 源英です。皆さん Fire タブレットお持ちですか？これ Fire HD10 なんですけど、むちゃくちゃいい商品ですよね。安いのにめちゃくちゃ機能がいいっていうね、僕本当に好みでよく使ってるんでございますけども、このね Fire タブレット 7、8、10 ありますけど、あのね、ちょっとこの間ネットを見たらね、こういったね悩みがある人に出会いました。まあ、スリープから解除した時の広告がねちょっとね鬱陶しいなと、おっしゃってる方がいまして、それなんとかならないのかなっていう悩みみたいなんですけども、あ、そうかと。まあ僕らなんか普通にわかると思うんですけど、まあわからない方もいらっしゃるみたいなんで、せっかくならちょっと動画にして、まあね発信していきたいなと思います。ということでね、今日はですね、この Fire タブレットのですね広告をね非表示にする方法をですね教えしたいなと思いますよ。まあ、どういうことかと言いますと、これね電源つけますよ。はい、こんな感じでね広告が出るんですよ。広告はね毎回バラバラでランダムなんですよ。何が出るかわからないんですけども、こういった感じでね広告が出ます。これがちょっとね嫌だなっていう人がいるみたいなんで、じゃあ回避方法やっていきましょう。まずですね、これ設定を押してください。はい、その次ですね、これですね、アプリとゲーム、これをね押します。その次はですね、これですね、Amazon アプリケーションの設定。はい、そうするとね下に行ってもらうと広告っていうのがあるんですよ。これ押します。はい、そうするとねロック画面の広告っていうのが出るんですけど、このチェックをですね外してもらいます。オフにすると、はい、これで完了でございます。もうこんだけいきますよ。はい、こんな感じでね広告はね出なくなりました。こんな感じですね。何度やっても広告は出ません。この画像はね、何度も出てくるんですけど、自分の好きな画像をですね、表示することができます。まあ、他のタブレットだったり、スマホだったりもできますよね。そういった感じで、自分の好きな画像をね、選択することができるんで、これでですね、かっこいい Fire タブレットの完成でございます。はい、こんな感じですね。まあね、ちょっとした設定なんだけど、なんかよくわかんないなっていう方もね、もちろんね、たくさんいらっしゃると思うんで、まあ、いろんな方はね、調べると思いますんで、そういった時にヒットして見ていただければなという感じに思います。こんな簡単にね、解除ができますんでね、ぜひですねお試しください。ということで今日はですね Fire タブレットの広告表示をオフにする方法をやってみました。お疲れ様でした。